トカラ語の残存文書トカラ語の残存文書トカラ語の残存文書トカラ語が書かれたいた。東京国立博物館トカラ語は、現在の中華人民共和国新疆ウイグル自治区のタリム盆地北園にあたる地域で8世紀頃まで、話されていた言語である。インドヨーロッパ語族に属し、独立した語派、トカラ語派に分類されている。言語は、公着語的な性格を有していたことがわかっている。 かつて話され現在は使われない仕語となった言語の一つである。天山南路のオアシスト史の遺構から、ブラーフミー文字に似たトカラ文字で書かれた、西暦500から700年頃の写本が見つかっている。8世紀頃までに、ゴトゥルク語のアシャ集団に吸収され、死滅したと考えられている。なお、かつて紀元前後に、ストラボンが記したトカロイ、中国史書が伝えるトコラ国、 トカラ国、7世紀に、現状が記した、トカラ国といった、いわゆる、トハラ人及び、トハリスタンとは区別する立場もある。音声面では、インドヨーロッパ祖語の音を形として保持している、いわゆるケントム語群の特性を有し、同語群の他の言語から地理的に大きく離れている、ことから得意視されることもある。二種の編集がわかっている。西域北の各オアシスから見つかった写本は、 他の地域から発見された写本とは異なる言語で記されており、A 種と B 種の方言に分けられることも分かった。しかし、はじめのうちは、この不明言語の命名を容易に決定することができなかった。そこへ、新たに、トゥルク語で書かれた古い、弥録下商業が見つかり、その抜文に、帰戦後から、特利語に訳し、特利語から、トゥルク語に訳したという一文があったので、 この不明言語は、特利語すなわち、トカラ語であろうという説が有力となった。さらにその後の研究により、この不明言語は、魅力下商業にある、特利語であることが明らかとなってきたため、正式に、トカラ語と称するようになった。一方、A 種と B 種との間に、大きな相違があるため、両方を、トカラ語と呼ぶべきなのか、それとも、一方のみを、 トカラ語と呼ぶべきなのかについて議論が起きた。1930年、そこへ日本の羽田通が、弥勒下商業の抜群にある、主戦語は、クシャン語ではなく、キジ語であると論証し、1934年には、フランスのポール・ペリオもその説を支持したため、今日では、A 種方言の方を、トカラ語、B 種方言の方を、キジ語と称するようになった。 1905年に文献が発見され、詳細が明らかになった。ほぼ同時期に、アナトリア半島で発見された死後タイト語とともに、インドヨーロッパ語族の中で得意な位置を占め、陰語語語研究が再度複雑になった。ドイツ隊を率いたアルバート・フォンルコックは、1904年から1905年にかけての探検で、トルファン周辺やカラシャール、クチャなどの遺跡を調査し、 トカラ語 AB にあたる写本を大量に持ち帰る。また、1907年にイギリスのオーレル・スタインがトンコーのバッコークから持ち帰った大量の文書の中にはトカラ語の文献が含まれており、フランスのポール・ペリオもクチャでトカラ語 B にあたる文章を発見した。これらの発見された文書がトカラ語 A や B とされたのはこれより後のことになる。B 方言は フランスのシルバン・レビが研究したほか、留国大学のくだら公用紙により解明された。トカラ語派を話す人たちは、ミイラの DNA 型鑑定の結果、口述のアファナシエボ文化を担った集団と非常に近く、個体の7割が南シベリアに特徴的なミトコンドリア DNA を持っていたため、北方から南下してきたことが明らかになった。タリム盆地では、 紀元前2000年前後と言われる遺跡が発見されており、これらは常実の鑑定結果や創生の類似から紀元前3000年期の青銅期時代初期に北方のアルタイ山脈方面に栄えたアファナシェボ文化人が西からインド系集団に征服されながら南下してタリム盆地へ移り住んだことが判明しており、アファナシェボ文化はトカラゴと強い関連があると考えられている。 アファナシェボ文化は、ヤムナ文化と同源の文化と考えられ、トカラ語派の担い手は、Y 戦色体、ハップログループ R1 ビット M269 と想定される。ローランなどでは、起源後に、カロシティ文字で書かれる、ガンダーラ語が用いられていたが、その中にもトカラ語に類似した単語が参見されるため、古くはタリム盆地の多くの地域で、トカラ語派の言語を話していたと思われる。 ありがとうございます。